もともと悪い人ではないが、普段から人の話を聞かず、うちへ来ては自分の考えを押し付けするため、勝手にクッションカバーを自分好みのフレフリレースに変えたり、トイレの飾りを乙女チックに変えたり、夫や私がどんなにやめろと頼んでも、この家には潤いがない。穏やかな気持ちにならないと、息子の仕事に差し支えるという。その都度、気持ちは嬉しいが、趣味に合わないものは気が落ち着かなくなるから、と返品していた。キッチンには、アイランドテーブルを置いていて、下の収納部分に、乾物やお米などをストックしているのだが、天板は、食材を並べておいたり、料理を仮置きして、ダイニングテーブルに配膳したりして便利がいい。しかし、とめはそれが気に入らず、来るたびに、ゴロつきのアイランドテーブルを壁にくっつける。何度、動線として、便利だし勝手に家具を移動させるなと言っても、台所が狭くなる。見栄えが悪いと言ってこっそり移動する。ある日移動させているところを目撃して、頭に血が上った私は、止めの反対側に、回りアイランドテーブルごと、止めを、部屋の隅に押し付けて出られないようにした。私、このテーブルは移動させないようにお願いしましたよね。どうして移動させているんですか？とにっこり。止め、いや、邪魔だと思って、嫁子さんのために、とあわあわ言いわけ。私が、私のためにあそこに置いてあるんですよ。あの場所が使い勝手がいいんですよ。壁際にあった方が邪魔なんですよ。とめ、わかったと言ってくれたので、テーブルを元に戻して。私、わかっていただけて嬉しい。やっぱり理解し合うって大事ですね、と満面の笑みで言っておいた。後で夫に詫びておいた夫は、状況を想像して笑ってくれたけど、年寄り相手に実力行使をしてしまったからドキュンだったな。とめは、その後、自分のいろいろ考えは言ってくるけど、直接なんかすることはなくなったから結果オーライ。